どうも、2 for 1です。はい、今回は今ホットな選手を語ろう、岸本隆一選手編。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このコーナーはね、今熱い選手、ホットな選手っていうのをピックアップして、その選手について語っていこうというコーナーなんですけれども、はい、今回はね、琉球ゴールデンキングスの岸本隆一選手について語っていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ琉球も今熱いですからね。そう、今一番熱いから、連勝記録更新しまして、はい、B リーグのね、記録樹立しましたから、うん、そんな熱いチームで一番熱い男ということで、岸本選手今回やっていきます。はい、よろしくお願いします。じゃあまず総一郎、成績を発表お願いします。はい、今シーズンの成績ですが、3月6日試合終了時点で31試合の出場、スタメンが2試合、平均が 19.8 分、平均得点が 9.2 得点、スリーポイントが 37.6%、 フィールドゴールが 39.4%、 フリースローが 87.5%、 アシストが 2.3 本となっております。はい、まあ、岸本選手はね、結構ベンチスタートメインというか、シックスマン的な役割で、まあ、それでも 9.2 得点取ってるというのはすごいですよね。間違いない。まあ、じゃあ岸本選手のね、ここまでの歩みというか経歴っていうのをちょっと見ていこうと思うんですけど、はい、まず岸本選手なんですが、沖縄県の名護出身ということで、生っ粋の沖縄県民ですね、うん、中学高校と沖縄の学校に通っておりまして、うん、高校では北中城高校というところに通っておりまして、県内大会ではなんと実は83得点記録していると思います。お、実は相当な点取り屋で、でインターハイにも3年次出場したんですけども、その時も市船と1回戦試合しまして、うん、48得点とすごいね。じゃあもう本当に昔からスコアラだったっていう感じだよね。そう、まあ、高校卒業したんですけど、その後は大阪の竹野アシスタントコーチや富山の阿部選手に憧れて大東文化大学に進みましたと。で、大東文化大学でもかなり点取り屋っていうところを発揮しまして、4年生でチームのキャプテンを務めた時はインカレで得点王とスリーポイント王のタイトルをなんと獲得したと。なるほど。でも大学時代には今の感じのプレースタイルが出来上がったっていう感じですかね。そうですね。うん、でその後2012-13シーズンで、まあ、新人選手契約制度って当時 BJ リーグにあったんですけど、うんうん、それでプロデビューしましたと。なるほど。で2013-14シーズンでは、うん、まあ、試合出始めというか、かなり試合数も多くなったんですけど、うん、まあ、その際には新人賞と受賞したということですね。すごいね。うん、BJ リーグ時代は基本平均得点は10点超えと、うん、まあ、ここでもな、日本人選手ながら点取り屋として発揮してましたね。うん、すごいですね。うん、でスリーポイントも基本的には 35% 超えと、うん、で BJ リーグ最終年を、うん、まあ、優勝で終えまして、まあ、そこから B リーグですよ。うん、で B リーグでもずっと琉球でプレーしていて、うん、持ち前のスリーポイント力と、うん、まあ、得点力、平均は10得点ぐらいと、うん、B リーグでも実力発揮しましたね。うんうん、まあ、2019-20シーズンでは、うん、まあ、コロナの時期っていうのもあって最後試合はなかったんですけど、うん、まあ、岸本選手も、まあ、1回病気に、うん、まあ、難病ということでなって、まあ、それでもな、しっかり復帰して、うん、難病の人たちにも夢を与えたりとか。そうだね、うん、不屈の精神というかね、うん、精神力の強さも岸本選手の一個の魅力ですよね。間違いない。うん、うん、まあ、現時点 B リーグの通算成績なんですけども、うん、平均が 23.3 分、 9.9 得点、スリーポイントが 35.7%、 フリースローが 83.1% と、まあ、こちらもね、うん、高水準になってますね。そうだね、優秀な数字だね。うん、でまあね、今シーズンは本当に琉球の得点源として活躍してるんですけど、うん、まあやっぱりね、岸本選手といえば何といってもやっぱ4クォーターの得点力、うん、勝負どころでの得点力っていうのがすごく皆さん印象あると思うんですけど、うん、まあ、その辺ね、実際こう数字でも見ていこうと思います。はい、まあ、皆さんね、うん、もう悪夢と言われるような4クォーターのあの岸本選手の3なんですけど、うん、まあ、実際にそのクォーターごとに何パー決めてるかっていうのをまあ調べましたと、うん、全体では今シーズンで3ポイント平均が 37.4% と、現時点で、うん、これもすごい数字ですよね。うん、これも優秀やねんけど、うん、クォーターごとに見るとまず1クォーターが 42.6%。 おお、すごいんですよ、1クォーターからもエンジン全開で。すごいよね、うん、しかも結構ベンチスタートだから出てきて突然決めるみたいな、うん、そういうイメージだよね。そうそうそう、うん、で2クォーター3クォーターやねんけど、うん、2クォーター
ーがなんと現時点 22.7% と、あらちょっと下がるまあ結構ひどい数字やんな、うん、岸本選手としてはね、うん、で3クォーターも 28.6% と、うん、あれなかなか振るわんのかなと、ちょっと意外な数字になってるけど、うん、4クォーター見てみると、うん、なんと 53.1% わおここでここで出てきた、そうすごいね、鬼が 53.1% 鬼の岸本が出ちゃいます。いやちょっとやっぱりね、僕信州ファンなんですけど、うん、トラウマですからねやっぱりね、間違いない岸本選手のシュートは、あの信州戦でもな、うん、2本連続で、そうよ残りね12秒で6点取ったんですけどねあれはきつかったですねちょっとね、まあ、あの時ももうなんか岸本選手に渡したら決められるんじゃないかって思ってたけど、うん、案の定そうね、本当にだからあれ渡したとこでもうダメだったで他にも印象深い試合で言うと横浜戦、横浜戦ね、うん、残り2分19秒から、うん、まず3ポイントを決めて、うん、逆転と、うん、その次に1分14秒の3ポイントでまた得点離して、うん、まあ、最後にはフリースロー2本きっちり決めてと、うん、81対79でしっかり勝つと、うん、この岸本選手印象深かった。そうだね、やっぱ4クォーター怒涛の得点ラッシュっていうところもね、うん、すごく印象深いですよね、うん、あともう1試合は宇都宮戦、うん、10点差ぐらいで負けててんけど、うん、まあ、岸本選手が最後ブーストかけて、うん、まあ、3ポイント2本決めて、まあ、逆転して勝利したと、うん、怖いわ。そうだね、うん、やっぱ今シーズンそういう印象深い試合ね、うん、何個も出てきますよね、うん、でまあ、岸本選手3ポイント、うん、まあ、注目されがちやねんけど、実はゲームメイクとかも上手やし、うん、あとはあのドリブルとかも上手で、フローターシュートもよく決めてるし、うんうんうん、柔らかいからね、うんうん、スリーポイントだけじゃなくて他にもいろんな武器を持ってて、うん、バスケ IQ 高いよな。高いね、うん、あとやっぱり上背はないけど、うん、タイミングずらしたりとかね、うん、突然不意を狙うシュートとか、うん、ココナッツ3とかね、あれディープ3も得意だし、うん、本当に今何でもできる選手っていう感じですよね。でつい最近はな、うん、なんと日本代表に、うん、久しぶりに選ばれたと。すごいですね。すごいですね、うん、岸本選手インタビューされてるとこ見るとあんまり日本代表に縁がないっていうのを自分も言ってて、まあ、ホーバスジャパンに選ばれて、うん、まあ、昨年11月のワールドカップのアジア地区予選の、うん、まあ、Windows 1では、うん、まあ、岸本選手が2戦目の中国戦で試合出場したんですけど、その時も14分46秒のプレータイムで10得点2スティール1アシストと、うん、すごいね、うん、岸本選手らしさを発揮しましたね、うん、やっぱりこの短時間で出てきて、うん、パッと得点取れるこの爆発力っていうのは大きな魅力ですよね。特にやっぱ代表とかだとね、いい選手いっぱいいるから、うん、なかなかこうタイムをもらえない中でね、そうやって短時間でプレーできるっていうのは素晴らしいですよね、うん、はい、ということで今回は今ホットな選手を語ろう岸本雄一選手編やっていきました。はい、まあ本当にね、今シーズンの琉球は飛ぶ鳥を落とす勢いというか本当に止められないんですけど、まあ岸本選手のねおかげで連勝が伸びたっていうのもありますし、チームで唯一無二のね存在として力を発揮してますよね。うん、まあ、岸本選手といえばな、10年前から、うん、まあ、琉球昔で沖縄におって、うん、でしっかりもうフランチャイズプレイヤーとして確立してるというか、うん、そうね、うん、今シーズンでいうとちょっとねオールスターがなかったのが本当に残念というか、うん、まあ、僕らもね取材行く予定だったし、うん、沖縄での岸本選手のプレー見たかったですよね。多分スリー決めてな、うん、だいぶ盛り上がってたんやろな。間違いない、うん、まあ、2年後にまた沖縄で開催されるということで、うん、そこでのねリベンジというか、うん、楽しみにしたいですね、うん、あと今シーズンは、うん、何回悪夢見せるか。そうねそれ次第で結果も変わってきそうだし最後の、うん、まあ岸本選手の活躍でね琉球も最後の最後ファイナルまでいけるかっていうところもかかってくると思うので、はい、今後も期待して追っていきたいですね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。